こんにちは。幼稚園の先生をしている四国メタンです。今日は毎年恒例お絵かき大会の日です。子供たちに自由な発想で好きな絵を描いてもらう日ですね。先生、描けたのだ。あらあらずんだもんくん、早いわね。何を描いたのかしら。僕のおちんぽを描いたのだ。この大バカ野郎。ずんだもんくん、悪いけど描き直せるかな。なんでなのだ。そうね、今日は自分以外のものを描く日なのよ。そういう決まりなの。そうなのだ。知らなかったのだ。お願いね。5分後。先生、新しい絵が描けたのだ。どれどれ、見せてちょうだい。パパのおちんぽを描いたのだ。くたばれクソガキが。ちなみにちょっと動くのだ。動かさなくていいから。ずんだもんくん、これはちょっと認められないわ。もう一回描き直してくれるかな。またダメなのだ。もう何を描けばいいかわからないのだ。そうだわ。ずんだもんくん、先生のことを描いてくれないかしら。先生を描くのだ。そうよ、ずんだもんくん、先生のこと大好きだもんね。好きなのだ。でも女の人を描いていいのだ。もちろんよ。わかったのだ。描けたのだ。